掛川市西大渕にある清水亭庭園は、江戸時代に藩御用達の海鮮問屋として栄えた清水家の庭園を観光資源として整備したものです。屋敷の南に広がる回遊式の庭園は江戸中期に作られたもので、園内には小笠山からの水が湧き出ています。この湧水は静岡県水辺百選にも選ばれています。すき家造りの湧水亭では、本席、流麗席などでお茶をたしなむことができます。普段の開園時間は午前10時から午後4時までですが、ご覧のようなお月見茶会や七夕茶会などのイベントが年に数回行われ、夜の庭園を楽しむこともできます。